はい、体重どれぐらいかな。2,300。6キロ。ごめんね。6キロ。増えてる。増えたね、あんた。ご飯食べるようになって。朝ご飯食べてきてます？あ、今日食べてきてます。で、今日一応狂犬病の方。狂犬病の予防注射ね。はい。何食べないの？はい。怖い。はい。何嫌いなの？あんた。嫌いじゃなくて。怖い。怖い。震えてるんです。怖いもんね。怖くない、怖くない。うん、最初はちょっとお店だから。脈はまあ120回で、脈圧の正常範囲ですね。はい。今で9ヶ月。そうですね。ですね。はい、ごめんね、調子にします。で、呼吸音と心音は正常範囲だと思います。あ、検査になって、うん、心音、呼吸音も減った、栄養状態もこなそうか。ちょっと痩せてたんだもんね、こないよね。そうですね、これぐらいの方がいいですよね。でもだいぶ増えましたね。 5.3 だったので、だからちょっと少なかったんですよ。今は何グラムぐらい食べてるんです？今64ですね。64が2回？2回です。あ、64グラムが2回。うん、64グラムが2回。はい、目の位置がだいたい3回から4回です。そうですね、はい。で、おしっこがもうちょい多くて5回だ。元気はいいです。元気はもう良すぎるぐらい。良すぎるぐらい。まあね、この血流は遊びたくてしょうがないからね。まあそうだね。そう、だからそのエネルギーの塊みたいなもんなんですよ。うん、そのエネルギーをトレーニング、しつけのトレーニングで消費してやらんといかんですよね、どうせだったら。あ、そうか、目が小さいんだ、この子ね。朝も結構早起きるから。そうなんですか。もう 5時半、6時ぐらいにはもう暴れ出しますね。そんな早いの？でも相手しないとまた落ち着くんですけど。あの早いの。ちょっとこの子さ、目がちょっとさ、ちっちゃいんだよね。そうですね。で、あとこの内側の周膜も、内側に膜があるんだけど、うん、出やすいみたいだから、はい、だから持って生まれたもんだと思うんですよね。だから、まあ、目がちゃんと開いてれば1日1回でいいんだけど、ええ、これ出すとね。しっかり開いてなかったら、ニャニとかで3回以上出してもらうんですよね。